釣り人や釣り場のマナーを守らない人を守らせる方法、マナーとは何でしょうか？知らなくても学ばなくても将来困ることはありません。しかし社会ではマナーを守れとかマナー悪化と言われています。なぜマナーを守らなければならないのでしょうか？男はこうあるべきとか女はこうあるべきなど誰が決めたのでしょうか？ルールは誰が決めたのでしょうか？それを守ることで何が得られるでしょうか？答えは安心感です。これを教養という人もいます。マナーは私たちが社会と関わり合いを持ち社会性を営むためのルール化されていない共通認識です。自分の価値観が正しいからと他人に注意をする人はいませんか？子供連れのお母さんが電車の中でスマホ触っていると隣の人が注意する光景。しかしお母さんは子供のために病院の予約をしていました。後ですればいいって事前予約不可の病院なのにですか？誰もが自分の視野の限界を世界の限界だと思い込んでいるとドイツ哲学者ショーペンハウエルは述べています。ゴミを捨てて帰る人がいます。またゴミを拾って帰る人がいます。善なるものは我これを善とし、不善なるものも我またこれを善とせん。徳善なればなりと中国の哲学者老子が述べています。画一的なルールから逸脱できるのが人間の特性ですが、個が人格を持ち信念を持っています。人格を持つということは幼児、障害、奴隷の状態ではなく主体性を持ち所有性を持ち一貫性を持っていることに加えて責任性を兼ね備えた人を人格を持った人と言います。内弁慶の外地蔵という言葉の通り、私たちは対人関係においてそれぞれを使い分けています。つまり個人的な人格と社会的な人格をそれぞれで使い分けて生きています。人との関わり合いが増えるほどそれぞれの自分が増えていきます。普段真面目な人がゴミを捨てる人だったなんて話もその時で別の人格として振る舞っているからです。芸能人などはテレビに出ている時と本当の自分との乖離が激しいと病んでしまいます。求められる自分を表現しなければならないからです。芸能ニュースはそんな人の落差を報道しているに過ぎません。釣りをしている人格がゴミを捨てない人格であること、釣りをする人格が釣果よりも漁業関係者を優先すること、釣りを楽しむために魚を粗末にしないこと、言うのは簡単ですが現実は次々に堤防が閉鎖されています。人間はそもそも邪悪な生き物なのだ。だからこそ法律の中に放り込まねばならぬ。人間を善だと言っても平和にはならなかったとドイツの哲学者カントが述べて言います。このブログでも釣り場を守ろうよと呼びかけていますが大きなお世話かもしれません。他者への没頭はそれが支援であれ妨害であれ愛情であれ憎悪であれ詰まるところ自分からの逃避の一手段であるとアメリカの社会哲学者エリック・ホッファーが述べています。私たちはそれぞれに主義主張を持っていますが、どんな主義でも主張であっても最後に目指しているのは幸福なんです。その幸福の形が違うだけで幸福になるための選択肢が違うだけなのだから、より多くの幸福が手に入る方法を考えましょう。その一つが釣り場のマナーだと信じています。